皆さんお集まりいただきありがとうございます。丸山すみなです。よろしくお願いします。じゃあ始めます。大事なこと
改めましてこんばんは。丸山すみなと言います。今日この後終わった後に、10月29日の横浜でライブすることが決まってるんですけど、そのチケットをお渡しできるので、もし今日聞いていいなと思ってくれた方はぜひ来てください。おしゃべりだけでも大丈夫なのでぜひ来てください。お願いします。今歌った曲はリサさんのホムラという曲と鬼束ちひろさんの流星群という曲を歌いました。皆さんにエールを送りたくて、今日は生き物係さんのエールという曲を次カバーしたいと思います。聴いてください。私は今どこにあるのと踏みしめた足跡を何度も見つめ返す。枯葉を抱き秋めく窓辺にかじかんだ指先で夢を描いた。僕らはなぜ答えを忘れて、当てのない暗闇に自分を探すのだろう。誰かをただ思う涙も、まっすぐな笑顔もここに。Oh
次からオリジナル曲歌おうと思います。ちょっと準備します。はい、私が、高校生の時に上京して初めて作った曲、この街という曲を歌います。聴いてください。この街に来てから一人が多くなった。ビルの間、人混みの中、どこでもあなたを探してた。自分も周りと同じになって、安心したくなった。新しい曲、カタカナで失恋歌という曲を歌って終わりたいと思います。10月29日横浜の赤レンガ倉庫で単独ライブするので、ぜひ来てください。この後チケット この辺で渡すので、ぜひ来てください。今日はありがとうございました。
失礼か噂でよく聞く失礼か、ああ気をつけてください。おやすみなさい。